たいと思います。でまずはですね、標準車種なんといってもすごく人気があるのがこのレッサーパンダですね。まあ、一昔前にふうたくんで有名になってたというか、もう結構ね、すごく人だかりがあってすごく人気があるんですけども、で、気になります、やっぱり立つんですかっていう話、たまにちょっと話しかけたりするので、あ、対応者の人だっていうことで顔を見せてくれます。そういう人の運気と一番端っこで山梨っていうのはすごく多分なしに入れていることなので、お客さんは天気するので、同じ日もすごく寒い日なんかが、ちょっと出すことができないので、寒さには弱いので、もうすぐしたら皆さんとはしばらく半分近くでお金になるんですね。なので、結構ね、真夏がぐったりして、暑すぎてぐったりすると思うんですけど、この時期っていうのは、割と夕方なんかも活発に動いてることがあるので、すごく、短冊違いがあります。なんていうか、雲みたいなものがついてるんです。空気っていう名前がついてるんですけども。